メイ、さっきは久しぶりね。本当に久しぶり。まさかこんな街中で再会するなんてね。多分高校卒業以来かな。もうそんな昔になるか。なのにメイったら何も変わってなくて超ウケた。そうかな。そうだよ。あんたったら相変わらずの貧乏っぽい見た目だし。え？ところでさ、私と会った後すぐにたまに入っていくの見たんだけど、あれってどういうこと？あんたには面の空間なのよ。俺はただの内見だよ。私仕事でこっちに引っ越してくるから物件探してるんだ。それで希望の広さならここがおすすめって不動産屋に紹介されたの。なんだ、ただの内見か。やっぱりそうだよね。貧乏人のあんたがあんなところに住んでるわけないもんね。さやか、そのさっきから貧乏人ってやめてくれないかな。なんだよ、せっかく高校時代のあだ名で呼んでやってるのよ。懐かしくていいじゃない。確かに懐かしいけど、さすがに大人になったら恥ずかしいよ。何恥ずかしがってんのよ。高校時代貧乏すぎてみんなに昼飯恵んでもらっていたのは事実じゃない。大切な青春の思い出を恥ずかしがるなんて悲しいわ。そうだけどさ。でも不動産屋の人も意地悪だね。貧乏人の目にたまんなんて借りれるわけないのにさ。あんたには風呂なし三畳アパートがお似合いだよ。さすがにそんな狭い部屋は嫌だよ。それに不動産屋の人も私が要望した通りの物件を紹介してくれたの。意地悪だなんてそんなこと言わないで。要望通りの物件っていい大人なんだから身分相応ってことはわかるよね。家も自分のレベルに合ったところにしないとダメなんだよ。さすがにそれくらいは知ってるよ。だからあのタワマンを紹介してもらったんだし。え？あのタワマン今度契約するつもりなの。日当たりも広さも理想にぴったりなんだよね。はぁ、貧乏人のあんたが契約ですって？うん。あ、そうだ、さやかって都会で働いて長いよね。私こんな回数のある建物に住むの初めてだからアドバイスしてよ。え？私今までずっと地方で働いていたからよくわからなくて。2階と18階ならどっちがいいかな。私としては眺めのいい18階が気になるんだけど、高い部屋で暮らす時の注意点とかあったら教えてほしいの。しかも18階？あんたそんな高層階に住むつもりなの？ちょっと家賃は張るけど眺めがいいんだよね。家は心身ともに休まる場所にしたいし、少しは贅沢してもいいかなって。あの貧乏人がタワマン、しかも18階なんて、そんな、私なんて今もアパート暮らしなのに。あれ、さやかアパート暮らしなんだ。高校時代将来は絶対にタワマン暮らしって言ってたから、てっきりもう住んでること思ってたよ。住めるけど、あえてアパートに今住んでるのよ。なるほど、そういうことか。会社からの距離とか立地とかいろいろあるもんね。そういうことよ。とりあえず都会に住んで10年以上の私からのアドバイスは、物件の契約は最低でも1週間以上は後にすること。そしてもし他の人と被ったらおとなしく譲るってことかしらね。え？それはどういう理由でのアドバイスなの？地方からのおのぼりさんは私の言うことを聞いていればいいのよ。それじゃあ私急いでるから、またね。不動産屋からそっちに連絡が行ったかしら？え？あんたが狙っていたタワマンの18階のお部屋があるでしょ？あそこ飛び入りで私が借りることになったんだよね。え？そやかがあの部屋を？いや、あんたが眺めが良くて気に入ったって言ってたからさ、冷やかしのつもりで内見したら私もあの部屋が気に入っちゃったんだよね。それなら不動産屋から話は聞いてるよ。どうしてもあの部屋がいいっていう人がいるから、もしよければ譲ってあげてくれないかって。なんか横抱きみたいになってごめんね。でもちょうど私も今の部屋が手狭で引っ越しを考えていたんだよね。本当にただの横取りだよ。さやかのアドバイス通り契約まで1週間待ってたのに、このためにわざとアドバイスしたんでしょ？これだから地方からのおのぼりさんは騙されやすいんだよね。あんた次は詐欺に遭わないように気をつけなさいよ。まさか友達に騙されるとは思わないでしょ。こんなのってひどいじゃない。ひどくないもん。先に私にひどいことしてきたのはそっちだもん。あ、私？たまに引っ越すことをこの私に自慢したじゃない。貧乏人のくせに自慢だなんてムカつくのよ。自慢なんてしてないよ。友達にそんなことするわけないじゃない。はぁ、あ
友達とかうざいんですけど。貧乏人が面白いから一緒にいてあげただけだし、あんたなんて友達でもなんでもないから。そんな貧乏人のくせにこの私を見下して、いい？私はあえて今のアパートに住んでるの。タワマンなんていつでも住めるんだからね。特にあんたが借りようとしてるところなんて超簡単よ。つまり払い下の横取りってわけね。友達でもなんでもないとかショックだな。でも本当にこの部屋気に入ったんだよね。だから私があんたより先に契約しちゃうから、この眺めのいいタワマンは私がもらったわ。貧乏人は貧乏人らしく低階層アパートで暮らしてなさい。審査落ちって聞いてるんだけど。え？だから審査落ちだよ。サイコのことは不動産屋から確かに連絡が来たわ。でもその数時間後にまた連絡があったのよ。飛び入りお願いしてきた人は審査落ちで貸せないから、予定通り私と契約を結びたいってね。審査落ちですって？なんで私が落ちるのよ。クレカも信用情報もしっかりしてるわよ。そんなの私に聞かれても知らないよ。不動産屋からサイコにも連絡は行ってるんじゃない？審査落ちの理由もきっと教えてくれると思うけど。電話が来てるけど面倒だから無視してた。いやそこは出ようよ。だって審査落ちするとか思わなかったんだもん。だからまた後でかけ直そうって思ってて。それなら今すぐ折り返して審査落ちの理由聞いた方がいいよ。何かの手違いかもしれないんだし。そうよね、何かの手違いよね。だってこの私がまさか審査落ちだなんてありえないもの。今すぐ不動産に電話してくるわ。どうなってるのよ。審査落ちの理由は私の年収が足りないからって言われたんだけど。え？私の年収じゃあの家は借りれないって。こんなのっておかしくない？私が年収で落とされるなんて心外なんだけど。でも手違いでもなんでもなかったんだよね。何度確認してもダメだったわ。なのに次の希望者はすでに審査合格してるって言うのよ。だからこの日はもう諦めてくれって。ねえ、次の希望者ってあんたでしょ。私でもダメなのになんであんたが借りれるのよ。なんだって、審査合格の年収ラインを越してたからとしか言えないよ。じゃあ何、私はあんたよりも年収が低いって言いたいわけ？その前に一つ確認しようよ。年収で落とされるってことは家賃と見合ってないってことだよね。さやかさ、あのタワマンの家賃分かって申し込んだの？はあ、そんなの当然分かっているわよ。貧乏人のあんたが借りれるくらいだし、せいぜい15万くらいでしょ。そんなわけないじゃない。え、あの部屋家賃50万なんだけど。なんですって？15万って全然足りないよ。そりゃ審査落ちもするに決まっているじゃない。あんたがそんなに家賃払えるのよ。家賃50万円ってそんな大金を貧乏人が持てるわけないのに。稼いでる頃に決まってるでしょ。年収これでも2000万以上あるからね。貧乏脱出のために頑張った甲斐があるよ。私が年収300万なのになんであんたがそんなに稼いでるのよ。その年収で家賃50万に申し込んだの？バカにしてんじゃないわよ。私は働かずに遊んでいたいからそれぐらいの年収でいいの。あえて年収300万に調整してるだけなんだから。あえてね。その代わり私には貢いでくれる男はたくさんいるんだもんね。私にはお金がなくても周りの男はお金持ってるもん。それはすごいね。さやかってば高校時代からすごく可愛くなったと思ってたの。そんな男の人がいるのも納得だよ。そうでしょ。だから女に年収2000万なんて必要ないの。貢いでくれる男がいる女こそが真の勝ち組なんだから。はあ、だからタワマンの審査落ちなんて気にしないもんね。私が周りの男に頼んだら一発解決よ。すぐに私の代わりに申し込んで家賃も支払ってくれるもんね。じゃあ窓を契約しないでおいてあげるよ。待っててあげるから早く支払ってくれる？素敵な男を見つけてきてね。ありがとう。一瞬で見つけてとっとと契約してきちゃうわね。周りの男たちみんな一斉にいなくなったじゃない。家賃50万出してって甘えたらさすがにそれはありえなさすぎってドン引きされちゃって、みんな私の周りがいなくなっちゃった。まあ50万もポイポイ出す人なんて普通いないよね。どうしよう、今の家賃すら実は彼たちからもらってたのに。そうだったんだ。
これじゃ来月の家賃払わなくて追い出されちゃうよ。どうしようどうしようどうしよう。今月はカードの引き落としもやばいのに。なんか大変そうだね。じゃあ頑張ってね。え、それだけ？え？ちょっと待ってよ。なんかまだ話すことあるでしょ？私部屋の契約しに行きたいの。さやかのせいで物件契約を遅れるし時間ないんだよね。それはわかるけど、今友達が家をしのうピンチなんだよ。ここは友達だし一緒に住むの言葉でしょ。え、こうなったらタマはあんた譲ってやるわ。その代わり私も一緒に住まわせて。友達だし私は家賃無料だよね。どちら様でしょうか。え、私はあなたみたいな友達はいませんので。ええ貧乏人なんて友達じゃないんだよね。なら私もそうするよ。貧乏人のさやかなんて友達でもなんでもないから。私が貧乏人ですって？だってそうじゃない。私より低い年収のせいで審査落ちされてるし。でもその分私には貢いでくれる男がいるって言ったでしょ。でもその全員から逃げられたんだよね。っていうか貢いでくれるって手のいい日本語だよね。要は貧しいから恵んでもらってるってことでしょ。まるで高校時代の私みたいにさ。いや、そうだ。あの時の私と一緒だし、あだ名を譲ってあげるよ。今度から貧乏人って呼んであげるね。ちょっとやめてよ。そんな不名誉なあだ名を私につけるんじゃないわよ。ならもう二度と私の前に現れないで。え？それじゃあ元気でね。もし街で見かけた時は、お互い知らないふりをしようね。噂によるとさやかはいつも男にお金や物を貢がせては余裕のある写真を SNS に上げていたそうです。しかしその生活が忘れられないのか、今回の件で貢いでくれる男も家もなくなったのに、今は借金をしてでも前と同じような生活を続けているようです。自己破産の日も近いのであまり近づかない方がいいと地元ではさやかに対する注意喚起も出ているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。